再び TSR になって、はい、まあ、前半戦終わったんですけど、はい、ここまでの仕上がりとか体の調子とかどうでしょう。まだまだ、思っているよりは煮詰まってないかなという感じかな。ちょっとずつは良くなってるんですけど、まあ周りもねやっぱ速くなってるんで、それを追いつかないといけないんですけど、ちょっと苦戦中ですね。前半3戦に比べれば、まあそれに比べればいい状態では走れてるかなという感じで、まあね、周りマシンがどんどん煮詰まっていく中で、まあ、それに追いつくっていうのは難しいんですけど、でもまあなんだろう、まあ、序盤3戦はこう何が悪いのかとかいまいちはっきりしてないで、ずっとレース消化しちゃってて、でまあテストもねそんなにいっぱいできるかっていうとそうでもなかったので、でまあ今回はちょっといろいろ変えれる部分は変えたり、前に戻せる部分は戻したりとか、まあそういう感じのパッケージで走り出して、まあまあよくいくはないけど、まあいつもよりはいいかなと。はい、具体的に明日のポジションはどれぐらい？まあポールポジションですとは言いたいんですけどね、まあ難しいとは思うので、まあできれば1列目久しぶりに行って、まあ、決勝もお立ち台乗れれば上出来なんじゃないかなと、はい、思います。